はい、ということでね、今回はレムアルファの評価をぶち下げていきたいと思うんですけど、まあ一番怖いとこ来ちゃったね、正直言えば。この僕の評価が一番ぶち下がりやすいところ、難しいところチョイスしちゃったな。ちょっと今見た、今の時点でわかるでしょ、下手くそなのが。怖いよ、でもここは本当。まあね、でもギミックハマってるんでね、ちょっとさすがにここがいいかなと。まあまあこんな感じよ。超アンチダメージを、超アンチウィンド、アンチ転送カビ、超レザースト、状態上回復、バリア付与で、超強ヨーヨー弾とランページウォールボム。はあ、長いんだよな。まずそもそも長いやん、多すぎ。嬉しいことでもあるよ、多すぎよ。いや、これちょっと配置悪くない？ 2P に当たれない、 2P に、 2P に当たるのがさ、やっぱ難しい今のは。あ、ごめん、ネイティブの発音だったけど、 2P に、あ、 2P 当たった今、 2P 当たったか今。当たってねえやん、絶望的やろこれ。どないするん、行くけどね、行くけどね、さすがに。で、状態異常回復、うわ、うわ、これはビナー、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 ビナーがすごい。はい、オッケー。オッケーじゃねえ、卵倒してねえやん。どないこと、うん？また嫌な配置だな、これ。ビナーは絶対当たらないかん。当たるだけならできるけど、攻撃できるかって言われたらわからんな。さすがに。当たるだけやったらなんかこんなんで できそうな気もせんことないけど。あー、クリティカルね。違うよ、クリティカルビナーのやろ。で、ビナーがね、やっぱここはほんと強いんでね。ほらほらほら。ビナーなんだね。SS たまらんな。即殺つけないけんかったわ。てか、この両方借り物なんでね。カリモンとフレンド、フレンドもまあ自分のなんですけど、レムしか、レムとエミリアがちょっと出たかな。あ、これじゃあ倒せん、お侍が。お侍が倒せんわ、さすがに。で、しっかり3フレして、3フレして適当に暴れ回る。倒せんな。またパーシーが。パーシーがさ、そんなとこ行くけ。愚かな、愚かな話よ。はい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 、オッケー。では覚醒していただいて、1段階目で撃つしかねえか、もう。まあいいか、とりあえず1段階目で撃つか。これまた嫌な配置だな。パーシー当たれんやろ多分これ。当たれた。ちょっと待てよ、倒すなよ。おお、危ねえ危ねえ。あ、3フレ難しい配置だな、またこれ。どうがいい？先にパーシー当たっちゃう？先にパーシー当たりーの、レムリーの。あ、これ完全にパーシー当たれんパターンやな。パーシー当たってねえパターンやろ、これ。ほら。あ、当たっとわ、パーシー。当たってねえか。クッカルか。奇岩だからこそ見えるものがある。いや、クリティカルやな今。教えてあげる。クリティカルも出るんか、道中で。つえな。え、つえやろ、どう見てもこれ。ちょっとね、あのワンパンは、ワンパンできるんかな。とりあえずね、1段階目なんで何とも言えんね今の。また配置が鬼だなこれ。あの2匹当たり行くの難しすぎやろ。あの2匹に当たると、よ、多分、2P 当たれんわ。2P か。2P に当たる。2P 当たれたね。オッケーオッケー。強いね。やっぱ超バランス型にできるんで。あ、お前強い言うてるやんって。強いっしょ、どう見ても。で、やっぱヨーヨー弾と、あとランページウォールボムがすごい誘発してくれるんで、すごくいい。すごくいいんやけど、ちょっと配置悪いな、ずっと。で、クリティカルもいいよね、やっぱ。クリティカルってのは非常にいい。で、バリア付与でちょっと、あれもできるしね。
これはもう無理する必要ないけど、2フレでもう倒していけます。パシー、パシー。石岩だからこそ見えるものがある。アート取って。それを教えてあげる。はい。2段階目溜まったけどな。あとどっかでカンスト見せれればいいや。ちょっと待って、これ配置悪い。どうせパック使っちゃっていい？ちょっと違反になるけど、違法になるけど。ちょっとめんどくさい。支援させていただいて。配置も良くないしさ。で、ミナ鬱陶しいんでちょっと使っとくわ、ここで。さすがに。ちょっと、雑魚処理担当大臣。ああ、オッケーオッケーオッケー。これで浦島もやれたんで、あともう、状態異常回復だけしてもいいんじゃない？それで4ピンに回って、そうね、4ピンに回して、これなんかいらんことしたくないね、もう正直固まるだけにしたい。ちょ、お前クリティカル出すなって、怖いし。でレムだけとりあえず状態異常回復して、ああいいんじゃない、これで。これさ、殴りすぎたらさ倒しそうやけ、倒しそうやな、どっちにしても倒しそう。いやもう強すぎるって、全然カンスト見せれへんやん、そんなんずるいやん。え、引きなよ、みんな引くんだぞ。